はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はね、この辺に花粉がいっぱいこう舞ってるんですよ。もうそれをね、こう僕みたいなレベルになると肌でこう感じるんですよね。かゆくてしょうがないんです。でも目もかゆいし、もうこの辺かゆいんです。とにかくまあそれは置いといて、カーネーションを紹介します。カーネーションって多分皆さん母の日だけだと思ってるでしょう。でもね、違うんです。今ね、カーネーションはすごく進化してて、まあ、とにかくこれ今日はこれ使っていきますけど、もうこれなんかもうものすごいです。品物がものすごく良いです。よく持ちます。なのでちょっとこう花屋さんに行ったら、こうカーネーションどんなのがあるかなってこうちょっと見てみてください。かなり進化してるはずです。今日はこちらのカーネーションを使ったアレンジメントを作っていきます。では行ってみましょう。どうぞ。はい、ではね、始めていきます。今日はね、こちらの器にアレンジをしていきます。はい、ではまず最初に、このクロトンをね、刺していきます。クロトンは毎回言いますけれども、このまんまこう刺すとちょっとこう長さが出すぎてしまう場合がありますね。そうするとこうアレンジがここで一回こう止まっちゃうんですよね。なのでここのところにこう切り込みを入れて、このようにして刺していきます。そういえばこの間ほうきで手のひらのここのところぶっ刺したんですよ。すっごい今切れてて痛いんで、すごい今染みたんで手袋します。でこれも短くこう長さを一緒にすると飛び出しちゃうんで、こう葉っぱの長さを調整していきます。要するにこういう形にするんですね。そうすると長さが調整できます。この3枚目も一緒ですね。こういう感じになります。そしたら今回はカーネーションを少しこう長めに出していきますかね。せっかくいいカーネーションなんで、このぐらい上げていきましょう。1本は沈めましょうかね。そしたらここでこう手まり草を入れていきます。これはまあグリーン使いと一緒でファンデーションワーク代わりにしていきましょう。そうだ、前回、でも今回のこの動画もまだね、これ実は分かってないんですけど、今ねやってるんですけど、動画の編集ソフトはね壊れたんです。